はい、おはようございます。そして、明けましておめでとうございます。改めまして速稼塾の久保です。去年10月から3ヶ月かけて FX の基礎講座っていうものをね設けました。そして今日はですね、1件のメールを紹介したいと思います。基礎講座を3ヶ月終えた方からのメッセージです。久保様、明けましておめでとうございます。昨年お世話になりました。こちらの FX 講座を受講していてとても良かったです。本で見て勉強するより動画の方が分かりやすいですし、内容も1話1話がコンパクトにまとめ上げられていたので気遣いや創意が感じられました。ありがとうございます。引き続き中級編の配信楽しみにしております。今年もどうぞよろしくお願いしますということで、いや気持ちのいいねストライクみたいな本当に答えが来まして、私も良かったなと思います。実はねこの FX の基礎講座ってのは私自身が欲しかったやつなんですよ。まあ、ですんでね、自分が FX を一定のレベルでマスターしたら、要するに勝てるようになったらね絶対作ろうと思ったやつなんですよね。確かに FX の本で学んでいくこともできると思いますけども、それじゃダメだからつまずいてるってところなんですね。私もそうでした。ですんで、与沢翼さんの講義に入って基礎から学ぼうかなと思ったら、初心者からでも大丈夫ですよって振り込みだったんですけども、さすがに基礎用語一個一個教えてくれないわけですよ。それは自分でやれってことだったんで、まあ私もねそれをね1年かかっちゃったんですよね。だって基礎用語何があるのかわからないし、どの順番でやったら次の言葉が理解できるのかってことが全く暗中模索だったんで、本当に1年かかっちゃいました。ですんで今回の FX 基礎講座では、ものすごく簡単なところから、その簡単なものがあれば次が理解できるっていう風な順番を私なりにね、ものすごくこう創意工夫して、本当自分で言うのもねちょっと恥ずかしいんですけども、創意工夫して積み上げたつもりなんですよ。ですんでそこそこ FX のその経験がある方は、第1章は結構退屈だったと思います。でも第1章が終わった後の中間テストが始まってみるとね、おやと思ったことがあると思うんですよ。それは案外覚えてないなってことなんですよ。まあ、ですんでね、今回採点させていただきながら、修正して修正して最後に合格点って方も結構いらっしゃってね、回答いただいたほとんどの方には最終的には合格点のレベルでの動画をアップロードしたわけなんですけども、今度ね第2章の期末テストね、こちらの方は親結構手強いぞと思った方が結構多いと思うんですよ。そして第3章は坂田語法をやりました。坂田語法っていうのは第1章第2章の積み上げがあったからこそ理解できるものだと私は思って、こういう風な組み立て方にしたんですよね。そして第4章で何が待ってるのかなと思ったら、第4章はまあ大体 3章までから理解できれば大丈夫ですよっていう風な励ましが入ってるという、そんなねオチになってたわけなんですよ。まあ本当に実際ね、第1章第2章第3章やるだけでも結構ね1日1分とか最大で3分なんですけども、これをね3ヶ月続けるっていうのは、それだけでも結構ね息切れする方がいるんじゃないかなと思いますし、週末にまとめてやるみたいな方もいたと思うんですよ。でもそれじゃあはっきり言って意味がないんですよね。1日1分とか3分取れない人に週末に30分はなかなか取れないと思うんで、これね FX の基礎講座もう専用サイトも作りましたんで、復習もできるようになってます。そしてディープラーニングみたいに全部の動画をつなげたやつも作ってますんで、これからもね繰り返し繰り返し聞いていただければいいんじゃないかなと思いますよね。そしてメッセージをいただいたM さん、ありがとうございます。私もねすごく励みになりました。中級編はちょっと間を置いてからのリリースになります。これはですね、また一般参加の方も、要するに初級編を受けてない方にも販売の方をねしていこうと思いますんで、ちょっと時間を置いて、その間はね初級編をもう一回やるとかね、それからリアルチャートを見てもう一回自分で確認してみるとか、そういったことを進めていけばいいんじゃないかなと思います。途中でね私もね自習のやり方をまた何件か提案しますんで、こちらの方は FX 基礎講座を受けた方にちょっと付録としてのお付けしますんでね、そちらの方でまた見ていただければと思いますけども、中級編はちょっとね私もね気合い入れないと、今まで以上に気合い入れないとできないこともあると思いますんで、ちょっと中丸トレーダーと相談しようかなと思ってるんですよ。中級編はちょっとした本当にねハードル設けないといけませんから、そうですね、ちょっと練りに練ってやろうと思いますので、ちょっと1ヶ月ほどはね、ちょっとリリースに時間をいただくようになると思いますけども、でもねこの2021年は FX をマスターできるように一人でも多くね、何ですかね、どのぐらいかなちょっと金額では言いにくいんですけどね、私はなんか2年目で400万円ぐらいだったかな、プラスになりました。だからそのぐらいがちょっと取ってもらいたいなというところがありますんで、まあ FX で年収300万400万ぐらい、要するにね日本人の平均の年収430万と言われますけども、そこまで持ってこれるようにちょっと中級編の講座作ろうと思いますんでね、期待して待っておいてください。じゃあよろしくお願いします。ではありがとうございました。